はいこんにちはロキです今回はですね3月のカメラ転売の実績についてちょっと話していこうかなというふうに思います、まあ、最近ちょっとマインドの話が多かったので まあ少しカメラ転売の話もしようかなということで、ですね、まあ、最近のカメラ転売事情ということで、まあ、ちょうど3月終わりましたので、まあ、3月の結果ということでですね、まあ、話していこうかなと思います。まあ、担当直入に言いますと、まあ、純利益ですね、まあ、3月の純利益はだいたい80万弱ぐらいに収まりました。まあ、80万弱ぐらいに純利益が収まったと。 すべて経費を引いた金額ですね。売り上げからまあ仕入れとか、まあ、その他のまあ手数料だったりとか送料とか、すべてのお経費を引いた金額がだいたい80万弱ぐらいになりましたということですね。で僕は今、外注っていうのは使っていません。一、まあ、人で全部やっているという状況ですね。うんで まあ、使った時間どれぐらいなんですかっていうふうに聞かれるんですけど、まあ、コンサル生の方にもね、聞かれたりとか、メルマガ読者さんの方にも聞かれたりするので、まあ、ちょっと簡単にお答えしていこうかなと思うんですけど、あの、今正直ですね、まあ、一日中ね、カメラ転売に時間を使いましたっていう日は一日もありませんということですね。フルでカメラ転売に一日使える日っていうのは一日もない状況ですね。 まあ、とにかく今はあの皆さんもお気づきかと思いますけれども、まあ、動画を撮影しているとほぼ毎日の勢いで ま、動画を作っていると。まあ、今も音声撮ってるんですけど、この動画作成にかかる時間っていうのがね、前の動画でも説明したと思うんですけど、あの、結構ね、話す前にどういうことを話そうかなとか、あの、あとは原稿を作ったりして話してるときもあるんですよね。原稿というか、ある程度こう、あらすじみたいなものを作って、まあ、これこれこういう話をしようというふうに考えて、えー、ま、作ったりもしていますし、まあ、全体の構成ですよね。そういったものを考えて一応作ってはいます。 まあ今はちょっとフリートークっていうような形で、えー、に近い形ですね。えー、お題を、ね、タイトルをどんどんどんと決めて、まあ、話をしているので、まあ、かなりざっくりとした形にはなっているんですけど、普段はいろいろ構成の練り方だったりとかも考えたりとかしてあの作っているので、結構、ね、話し始めるまでに時間をかけてますということですよね。えー、だから大体そうです、ねまあ、音声も でまあ、3 40分喋ることもありますよね、音声だけで、でまあ、その喋り始めるまでに3 40分かかるってことは仕込みにもっと時間をかけてるっていうことなんで、でその後とにまあ撮った音声をまあ編集ですよね編集してアップロードするという全ての作業を含めると、やっぱり、ね、どんなに短くても2時間とかで、長くなるとやっぱ3時間ぐらいとかかかっちゃうんですよね、3時間以上とか、ね、かかったりもするんですよ、1本撮るのにね。 でそうなると、やっぱり、まあ、結構ね、時間取られちゃうと、そこに時間を結構取られてるっていうところが、まあ、現状で、えー、あるので、まあ、僕は好きで撮ってるので、まあ、全然構わないというか、全然ネガティブな感情は覚えてないんですけど、まあ、その分やっぱりカメラに裂く時間っていうのは、まあ、あ減りますということですよね。まあ、あとは僕自身がやっぱりコンサル生の方ですよね、毎日連絡取らせてもらってるんですよ。毎日連絡していますということで、まあ、コンサル生の方とのメールのやり取り、 のまあ、人数も、ね、ある程度いらっしゃってコンサル生カメラ転売のコンサル生の方も数名いらっしゃいますしコーチングを受け,、ね、ング受けてくださっている方も数名いらっしゃいますということで、まあ、そういう方たちから、ねまあ、気づきのメールだったりとか、まあ、そういったものが来るとやっぱりそれに対応するという形で電話,を電話というか、ね、メッセージを送ったりもしていますという形ですね。で えと最近です、ね、まあ、やっぱりコーチングの依頼が結構増えてきてです、ねまああのー、コーチングを受けてくださったことによってやっぱりいろいろ人生が変わってきたというか考え方が変わってきたことによってやっぱり、ねあのーまあ、お金に対する意識が変わってきたとかそれが徐々に結果になってきているとか、ね、そういう方もいたりとかということで徐々にその依頼が増えてきていまして、まあ、そのコンテンツを作ってたりするんですよね。 コーチングのコンテンツを作ったりもしていますということで毎月毎月そのコンテンツというのは作っているんですけどあのそういうコンテンツ作成とかっていうのにも結構時間を使っているのであのそうですね。 それなりには使ってますよ。カメラ転売全くやってませんっていうことじゃなくて、あの、全然やってないですっていうことではないんですけど、まあ、やっぱり前世紀ですよね。僕がもうカメラを朝から晩までできていた状態ですよね。ほぼほぼカメラ転売に時間を使いましたとえいう時に比べたら、やっぱり半分ぐらい、もうちょっと半分以下ぐらいになってるかもしれないという状況ですね。 で、もう一日まるカメラ転売ができない日っていうのも全然多々ありますし、あの、一日全くカメラ転売ができないという状況の日も結構ポツポツあったりするんですよ。それ以外のことに時間を使うってことがあったりするので、やっぱりね、えー、まあ、専業と言えるのかなっていうような状況にはなってますと、正直ね。うん。で、まあそんな中で、 ある程度自分のできる範囲で、ねえーまあ、全力を尽くして、皆さんそうだと思うんですけど、まあ、副業の方だったら本業という、ねえー、メインの仕事があって、まあ、残りの時間で全力を尽くすと、うん、あの与えられた時間の中で全力で、えー、取り組んでいるという,ふうに思うんですけど、まあ、僕も例外じゃなくそういう形で、まあ、取り組ませていただいているということですね。うん でまあ、気をつけた点とかも、ねえー、教えてもらえたらということで質問があったんですけど、まあ、気をつけている点っていうのはやっぱり物販なので、まあ、資金をどれだけやっぱり投入できるかっていうところに結構かかっていると思うんですよ、うん資,金がまあ、資金があれば稼げるっていう話じゃないんですよね勘違いしちゃいけないのが資金が、ね、たくさんあるから利益が取れますっていうのはイコールじゃないんですよそれは当たり前ですよねだってスキルがなかったら資金を持ってても宝の持ち腐れなわけですよね スキルがある状態で、ね、資金があるから、それがうまく稼働すると。利益につながるっていうことになるので、資金だけあります。でも、全然能力はありませんっていうことだったら、稼げないということになるわけですよね。うん。だから、ま、資金っていうのは一つの武器なんですけど、資金があるから稼げますっていうことではないということなので、ま、ただ、ね、スキルがある人に資金が渡れば、当然それは武器がね、活かせるということになるので、 もうまさに鬼に金棒ってことですよね。鬼に金棒状態になるということなので、まあ、あ今までは資金を、ね、そこまで割かないでやってきたんですよ。正直かなりね、資金の面で言ったら、あのローコストハイリターンみたいな状態でやってきてたんですよね。かなり、まあ、売上はそこまで高くないのに利益率がいいみたいな状態でやってきたところがあったんですよ。 うん、だけど、そこをね、えー、ちょっと崩していこうということで、まあ、ある程度、その売り上げをた多少ね作っていこうと、今まで以上に。そうなると、資金というのは絶対に必要になってくるんで、あのーまあ、資金自体はあったんですけど、あんまりこう投入しようという意志が僕もなかったんですよね、それまではね。だけど、そこをちょっと変化させて、まあ、資金の方をちょっと、ね、投入していくということで、まあ,あね。 えー、プラス100万、200万なりという資金を、ね、投入していったということで、まあ、やっぱりそうすると、ねえーまあ、やっぱ売り上も上がるし、利益もそれに比例して上がっていくんだなというのがやっぱり分かりましたということですね、まあ、それまではそこまで資金を使おうとしてませんでしたけど、意識的に使うようにしたということですね、でここから先、もっと使えるんですよ。 正直まだ、あのー、限界まで行ってないというか、資金もね、えー、もっと使える状態なので、もっと使ったらもっとね、利益は絶対上がるっていうふうに確信はしていますということですよね。なので、資金もどん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 ね、これから、まあちょっと投入していこうかなっていうふうに考えていますということですね。で、使える時間の方も、もしかすると、もうちょっとしたらね、えー、使える時間に余裕が出てくるかなっていうところなんですけど、今はね、今のところはちょっとバタバタバタ,バタしちゃっているので、 なかなか時間が取れないという感じになっていますで気をつけていることですね気をつけていることっていうのはそうですねなるべくまあ、在庫はたくさん在庫はたくさんというかたくさん仕入れるんですけどとにかくね、えー、商品を早く売っていくっていうのに意識を向けていることですかね うんあのー、在庫をもちろん抱えるっていうかね仕入れ数を増やすから、まあ、当然、在庫も増えるわけで在庫数が増えるから当然売れるチャンスも増えるっていうことで利益も上がりやすくなるんですけど、まあ、そこにちょっとね、おんぶにダックしすぎると在庫がね肩になってしまう、在庫が増えすぎてしまうってうことですね、それはそれで問題なので、まあ、なるべく仕入れ量をねもうたくさん仕入れるんですけどとにかく売れるようにやっぱりね 回転を意識してやっていくっていうことですよね。うん。まあ本当に、あ、検証してね、あ、これはちょっと失敗したなっていうものも出てくるんですよ。やっぱり新しいことね。 チャレンジすると、当然その結果っていうのはね、自分の思った通りにいかないことっていうのも全然あるんですけど、そういった時っていうのは思い切りもうあ損切りするってことですよね。もうこれどんなビジネスでもそうだと思うんですよ。これが売れるかなと思って仕入れたけど売れなかったと。そしたらもうセールってことで売り切ってしまうというようなことっていうのは、まあ、大手のね、えー、まあ百貨店でもやってますし、普通のね、えー、店舗でもやってるわけですよ。物販やってるお店だったら、 あ物販だけじゃないですよね、まあ、投資においても自分がこれ上がるかなと思って買ったんだけど下がってしまったと、ね、そしたらいつまで持っててもしょうがないから損切りするわけですよ、そういうことっていうのはもうビジネスやってる上では、ね、必ず必要になってくるっていうところなんで、これは物販においても同じですと、ね、今までやっていて、まあ、確実にこれは利益取れるなっていうことであれば、そういうところで勝負し,てし続ければねもちろん利益というのは取れるんですけど、ずっとそこで勝負し続けていくっていうのもリスクなわけですよ。 だってそこから先広がらないですよね、うん、自分の扱ったことのある商品しかもう扱いませんっていうんだったら当然可能性っていうのはそこで止まってしまうわけなんでどん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 新しい商品扱おうっていうふうにしていったら当然ね、えー、仕入れミスっていうことも起きてきたりするわけですよね、うん、だからそういった時にね、えー、仕入れミスだからそういった時にねあの仕入れミスが起きたときにもなるべくんーまあ 早い段階で見切りをつけるってことですよね。多少もう損が出たとしても売り切ってしまうと。それで、まあ、資金を回収して新たな仕入れに当てていくっていうようなことで、好循環でね、高回転で回していくっていうのをすごく最近は意識しているという状態です。で、コンサル生の方にもそれを伝えるようにしてます。なるべく高回転に持っていくというような方向性で話をしているということですね。うん、なので、 まあ最近のカメラ転売の事情っていうのは、ね、いろいろ検証も続けてます。でえーまあ、新たな方法だったりとかっていうのはもう見えてきたりとかもしてるんで、うん、またちょっと違う展開になってくるかなっていうふうに思ってるんですよ。うんまあ、今のね、えー、僕自身の、まあ、コンサルだったりコーチングっていうのをね。 え徐々にメインにしていっているという中で、まあ、物,物販の位置づけというのは、ねえー、まあそれでも少し、ね、物販の可能性というのはもちろん全然、ねえー、まだまだあるとうう思っていますし、まあ、個人でやるレベルにおいても、ね、まだまだ全然極められるとうう思っているんで、まあそので使える時間の中でももっともっと、ね、利益を最大化していけるなとうう感じているのでまだまだ、ねえー、やれることはたくさんあるんじゃないかなという,ふうに考えていますということですね。 まあ今回はねえ、こんな感じで、ちょっと3月をねえ、振り返ってみたんですけれども、おまあ、一ところね、ちょっとお、まあ、利益のご報告も兼ねてですね、えーまあ、4月また始まりましたので、まあ、これからまたあ気合を入れてやっていきたいなと思います。ということで、今回はあ以上で動画を終わりにしたいと思います。今回の動画があなたの何かの良い気づきになったということであれば、高評価、SNS 等への動画拡散をよろしくお願いします。 チャンネル登録いただきますと、新着動画の通知が届きますので、ぜひよろしくお願いします。動画の下記にメルマガ登録 URL もありますので、メルマガ登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。感謝いたします。